今回は週末トレインどこへ行くの第3話までの考察を試みる視聴者の反応を紹介します。それではどうぞ。行方不明の少女と主人公の心の距離が世界中に反映されたってことでいいのかな。1話で言ってるように脳内設定の具現化だろ。都合のいい夢見てる感じ。心の準備時間が必要だと思ってると次の駅に着かないし、食料が不安になったら坊やが育つ。先に進む言い訳が欲しいと津波が来て退路がぶっ壊れる。他者と対立したらより意志が強い方が勝って、具現化されるとかかな？多分そんな話。あり得る。主人公たちの心情と展開が結びついてる感あるよな。それ採用。あるとしたら、妖怪の幻想世界かな？妖怪は勇気を出して池袋に一人で出てきた。引っ込み思案の妖怪には、阿賀野から池袋までの道のりはとてつもなく長く感じた。だから距離が伸びた。セブンジーの影響、妖怪の思いが現実化。4人が引き返そうとした時に、妖怪は引き返さないで、と強く思った、んじゃないかなー。だから後ろから津波が来て線路が壊れ、退路を断たれた。セブンジーの影響、妖怪の思いが現実化。オープニングで妖怪としずるが互いに手を伸ばすけど、二人の会いたい、戸惑いながらも会いたい、謝りたい。気持ちがこの物語の背骨なんだと思う。勝手な妄想を書き散らしてしまった、笑い。キノコの人たち、1から2年で死ぬんだったら、子孫も残せずに遅かれ早かれ絶滅することになるね。つか、キノコになった時点で子孫を残すのとかもめんどくせってなっちゃってる感じかね。あんな感じなら、あの町でキノコになるのは嫌って言ってたら殺されるか、強制的にミストサウナに監禁されるかだったんだろうな。キノコ民たちがなんで仲間に引き入れようとしてたのかわからん。必要なくね。新興宗教のメタファーだろう。キノコ生えた人たちも言うほどハッピーな人生に見えなかった。むしろキノコをあがめた宗教にハマってる狂信者集団。ただ変なキノコに寄生されてましたってだけじゃなくて、こんなめちゃくちゃにぶっ壊れた世界で生きるくらいなら、キノコに身を委ねて死んだ方がマシだろまで言ってくるのは、早々にぶっ込んできたなって。その思考自体がキノコによるものなんじゃねえか？って疑念が出てくることも含めて。みんな好きでこの生き方なんだって言ってるけど、実際のところ周りがバタバタ死んでるあたり。もう全員洗脳されて1、2年経った後だし、もうこの生き方しか残されてないだけじゃねえかな。ボロがキノコだもんな。キノコに洗脳されてると思わせておいて、実はドラッグを使った緩やかな集団自殺だったのが週末ホラーポイント。松田恵子ら東阿賀野の住人のキャラがよくわからんかったのだが、なんだかんだ同類や心中仲間が欲しかった。ってことには変わりないんだろうな。散々騙してきたアキラに食料のお礼を言われた時の一瞬の動揺は何だったんだろう。セブンジー前の太陽の下で元気に育つ人との触れ合いを思い出せたのだろうか。というかキノコ民にとって、逆にキノコ料理振る舞うというのはありなのか。キノコに操られてたわけじゃなくて、キノコでハッピーになってるだけだから。つうかキノコ料理、普通にめっちゃうまそうで草。もし万が一、イヤオクに1ガルパンレベルにヒットすることがあったら、どっかの旅館がメニュー再現してほしい。モールス信号が通じてるということは、津波で壊れた線路も修復したってこと。誰かが直してるのか、それとも勝手に直ってるのか。線路が倒壊してるのにモールス信号が伝わっている理由は、線路から直接情報を伝えていない可能性がある。電車が電線もなしに走ってたり。線路はぐにゃぐにゃになったけど、切れてはいません。しかし今後食料とか大丈夫かいな。異世界みたいなもんだから距離動向はわからんが、相当な距離を走ってるよな。学校の朝礼の後から夕暮れまでずっと走ったとすると、途中で止まったのとか津波で加速したのとか色々あったとはいえ、8時間 640km くらいは走ったんじゃないかな。東京から広島の距離と同じ。均等に他の駅間も距離があるとしたら、池袋までおよそ 19,000km あるから、日本からユーラシア大陸と大西洋を横断して、アメリカ東海岸くらいまでの距離があることに。遠いわ。今回段ボール4箱くらい食料補給できたが、到底足らんな。鶏ラーメン茹でる鍋があるんだろうか。元のチキンラーメンのまんまなら最悪かじってそのまま食べれるから大丈夫。引っこ抜いたキノコ車内で増殖しそう。食料ゲットだぜ。あの世界だとキノコとゴーヤは共生できないかもしれん。そういえば住民がゴーヤを嫌ってた理由、結局よくわからんかったな。
ジメジメして日の当たらないところがいいとは言ってたので、日当たりいいところで育つゴーヤは嫌うと理解した。そんな理由だけでそこまで毛嫌いするなら、ひまわりの種なんか食わせたら、発狂死するんじゃね？タケノコは嫌わないのかな？キノコ人間とタケノコ人間が駅の対岸で戦争してるくらい、ぶっ飛んだものが欲しい。生涯でゴーヤを口にしたことは一回しかないけど、生で食べられる食材だと今回初めて知った。ギャルは塩を振った生のゴーヤ食うあたり強者だろうな。生のゴーヤ食ったことないけど、めちゃくちゃ苦そうと想像はできる。興味本位でかじったことあるけど、瞬間で吐き出した。あれを食べれるものは尊敬に値する。ワイはゴーヤーは生でも食べるよ。っていうか生食の方が頻度多い。ただ塩も醤油もマヨもかけない。栄養学的には生には味噌つけて食うべきらしいか。ゴーヤチャンプルーって、罰ゲームで食う料理なのかと思ってたよ。レバニラは苦くてもうまいが、あれの良さがわからねえ。使われているゴーヤが九州産とかだと苦味が強くて、初めてがそれだと苦手になる人が多いらしい。沖縄産だとピーマンをソフトにした感じで食べやすいよ。ピーマンはビタミン C がやべえくらいあるのでまずくても価値があるが、ゴーヤはまずいだけの気がする。ゴーヤはピーマンとほぼ同じビタミン C あるね。ゴーヤは白いところをスプーンで取り除くと苦味が軽減されるらしい。今度塩かけて食ってみよう。絶対苦い。ゴーヤ初めて食うとびっくりするほど苦いけど、慣れてくるとあの苦味がないと物足りなくなってくる。大抵の動物は苦い食べ物を避けるらしい。苦味イコール毒のサインなんだって。ごぼうを水にさらすと水が真っ黒になるけど、あれが悪、イコール苦味、えぐみイコール毒。玉ねぎの辛味とかもそうだけど、虫に食われたりするのを避けるために、植物は毒を貯めて武装してる。ジャガイモの芽に含まれるソラニンとかも有名だよね。ニンニクとか玉ねぎは、人間は食べても大丈夫だけど、犬とか猫だと死んじゃうかもしれない。それくらい猛毒。人間は進化していろんな毒に対する耐性を獲得したけど、子供はそれがまだ未熟。だから毒のセンサー、舌の苦味が敏感。大人になってピーマンやビールが平気になるのは、体が完成して解毒の能力が強くなり、それに伴って苦味センサーが鈍感になったから。子供に無理やり苦いものを食わせるべきではない。苦い食べ物を避けるのは、解毒能力が低い証拠だから。全ての苦味が悪というわけでもない。薬は毒であり、毒は薬だから。血圧を下げる毒は、高血圧の人にとっては薬だから。大人になったら苦いものも酸っぱいものもバランスよく食べるのがいいと思う。これはサバイバルの役に立ちそうだ。こんなアニメのこんなスレなのに、苦味に関してめちゃくちゃしっかりわかりやすく解説してて草。尻に生えたキノコはどうなるんだろう。アキラちゃんのキノコはシメジかマツタケか、それともご立派なタケリタケか。生えたのがキノコだとしたら多分トリュフだと思う。善次郎がトリュフは豚ではなく犬で探すっつってたし、ポチさんにクンクンされた後、アキラが何かに気づいた表情してたし。アキラだけケツからキノコ生えたのがかわいそすぎてな。取ってあげたい。次回の冒頭でいきなりお尻丸出しでキノコを引っこ抜くシーンで始まる可能性も？俺らもキノコ引っこ抜いたら正気に戻るのかな。誰か忘れたけど、ギリシャの哲学者が、ワイらをチンポなかったらもっと聖人君子になれんやけどなぁ、みたいなこと言ってたな。試しに去勢してみれば？最後のあれは漏らしたの？多分だけど、アキラは動物化が少し前から進行していたのだと思う。アキラがみんなとミストサウナに入らなかった原因はおそらくそれ。尻尾が生えてきてたんじゃないかな？池袋に向けて動物化がさらに進行して、隠し通せなくなる展開があるんじゃないかな？来週かな？カタクナにサウナ入らなかったのは、ケツに何か生えてしまったからかもしれないのか。キノコならあんなに元気よく動かないっしょ。尻尾だよきっと。尻にキノコが生えたとして隠す意味はないからな。すでに対処できる存在ならオチとしては意味がない。そもそもキノコなら3人の感じからして、洗脳された様子になってなきゃ今までの辻褄が合わない。あんた誰？っていう小粋なネタも将来の布石ってことか。アキラは動物化が進行してるのか。じゃあ池袋までにどんどん動物になっていくオチか。アキラは最後のシーンで初めて気づいたわけじゃないよね。ちょっと前から動物化が進んでいたのかな。少し話はずれるが、俺も初めて自分のケツから毛が生えてることに気づいた時はショックだったよ。一番幼い子が獣化したなぞ。ゴーヤが急成長したようにアキラも急成長した？もしくはキノコに感染されなかったのがその理由か。アキラちゃん男の子説を提唱しておくぞ。サウナ一緒に入るの避けたし、ジョーカーで首隠してるしな。あまり考察しながら見るタイプの話じゃないかもしれん。
話に筋道はあるけど、ノリは相当ギャグコメだし、あんまり整合性とか求める話じゃないだろこれ。世にも奇妙な物語みたいな、短編の完結した物語を重ねていく感じなんだね。セブンジー云々がまとまりのない世界観を言い訳するためだけのものだとしたら、納得のいく完結や、謎の解明とかは期待しない方がいいのかも。明るいポストアポカリプスのギャグホラーアニメだぞ。真面目に考察するのは物理法則とか技術の方じゃなく、4人と列車がどうなるのかってところだと思うぞ。社会問題ワードをちょこちょこ出してるから、隠喩的考察はできそう。そういう格は、何の暗喩か理解しながら楽しめる人ってすげえと思うわ。理系脳の俺には無理。ピングドラムとかも挫折した。ああいったものを楽しめる人向けなのかね。水島のわけわからんアニメからしか得られない成分があるから見てるだけなんだよな。まともに面白いやつ求めるなら他があるから。まあぶっちゃけそれで見てる部分はあるな。ストムの作品に普通なのを求めてはいないというか。アバンで幼少期の説明が、本編で現代の物語が、同時並行で語られる感じかな？突飛な構成だとは思わないけど、いい作りだと思う。今のクオリティで丁寧に作ってほしい。長く残るものなので。むしろ作品全体の話としては池袋まで行く本編より、アバンの回想の方が重要かなとも思えてきた。昨日の旅の電車版みたいな感じになるのかな。行く先々でいろいろルールとか環境変わりますよみたいな。一駅ごとにいろんな映画のオマージュをやる作品なんかな。今回はまたんごで。頭にゴーヤ二本刺しは八幡村も入ってたね。お尻からなんか生えたやつが、次の駅の動物っぽいやつの影響の可能性もまだあるな。武蔵横手駅。当駅横の西武鉄道車誘致に、空と緑の家という小屋が設置されている。この小屋にはオスの空とメスの緑の2匹のヤギが住み、2009年8月から車遊地の雑草を食べている。さて、ここでも語られてた四角と菱形にしか止まらないが正解なら、チワワ節駅でてるてる坊主だが果たして。地図だとキノコ書いてあったし、あのおっさん本当に全部の駅に降りて無事だったのか、つまり今後カッパやツチノコ普通に出るんだな。かなり正確な地図もらってるんだよな、すげえよあの神湯越え。逆に何も書いてない駅が怖えよ。あのおっさんすら観測できてないなんかがあるかもしれないってことだろ。まあ今回の話でもさりげなく何人か死んだようだし、次回以降でもさりげなく死人が出続ける気もする。一貫して死にまつわるキーワード多いし、不穏な要素あるよな。確かに今回、死人が出てたな。今回のキノコの短い人生を表すためだけのカットなのか、作中で死が身近なものになっていく伏線なのか。4話からカオスになるらしい。え、今までも、監督のポストちょっと笑ってしまった。話の筋自体は今のところ確かにシンプルだと思うけどね。自分のプランとしては、第1話から第3話までは比較的シンプルにわかりやすく、第4話からはカオスに行くというつもりでした。ですが、もうすでに第3話がカオスだという感想が多く、ちょっと心配しています。ま、気にしててもしょうがないので、ブレずに行きます。4話でこういう展開ばらしするっていうから、次でアキラの動物化が見られるんだろうな。つーかあれはうんこ漏らしたのか尻尾生えたのかキノコ生えたのかがわからん。今後明かされるの？普通に考えてうんこのはずないだろ。お前らうんこ漏らしたことないのかよ。あんな風にならないぞ。みんなでいろいろ考えて想像してみてって、制作側からのメッセージだと思う。みんなで考察しようぞ。ご視聴ありがとうございました。